ああ。皆さんこんばんは。水曜日は、ラジオでいうとお勉強の時間です。先週から、真田の話ということで、先週は、11月の1日に、木が落ちた、半田壇上正信でしたね、信久の、はい、お話から、始まりました。今日も、鈴木と、真田の宮島さんに来ていただいて、お話をしていきます。今日は、吉田つづみですね、神川から、水をこう引き込んでるやつですね。はい、神川から来るのは堀越宣言、これが時和木の方、山口時和木の方を通って、緑ヶ丘塩尻の方まで抜けてる、あれです。上信濃大地に全部水を神川から引っ張ってきてるっていう水ですね。それから荒谷つづみ、染谷つづみ、岩門つづみ、時田つづみって、時田つづみっていうのは時田国分を通って時田まで行ってる。時田からいろいろな町の中の小さい河川にどんどん入ってくる水がこれですね。それから久保線、上沢の方、それから最後千曲川の方へ出てくる。それから反対側ですね、昔でいうと神川村っていう方行ってるのは、吉田つづみ、それから林の郷に行ってる。この林の郷のとか川の方が低いんですよね。低いけどあれ水上持ってくんですよね。うん、すごいとこですよね。それから、大谷つづみと下上を通って大谷から千曲川に出てる水ですね。今日はその、一番の根幹である吉田つづみのお話を、したいというふうに、お話をつづ、あの、続けていけばなというふうに思います。先月はその、先週は、半田壇上の松から、そういう日穴沢にあるんですけど、皆さん見に行きましたかね。大きい枝が折れちゃって、あのすっぽり抜け落ちるように落ちちゃってっていう話から、そのいろいろなこの話になってきました。今日はその吉田つづみっていう、吉田関っていうのが正しい読み方ですね。いや、我々はね、吉田千家千家って言ってましたけども、ね、まあそこはいいですよ。吉田千家で、はい、じゃあ今日は通しちゃいますね。はい、通しちゃいます。吉田千家はあれ天平時代とかって言われてるんですよね。はい、そこはまだ定かではないんですけれども、あのまあ本当大きいですよね、あの時代。よくぞ掘ったっていう感じですね。掘ったって感じですよね。うん、あの神川の上流って言っても、あの、石舟、土佐湾ってその辺のとこから、最後はあの千曲川の大谷ですね。大谷と、ね、大谷まで行ってる。そういったあの宣言ですね。今の言う土佐湾石舟っていうと、あの真田の実センターの、上のあたり、ちょっと上のあたりですね。新興寺のちょっと上あたりって言った方が分かりやすいですかね。そこから、水を引き込んで、いくらか登るですよね、あれやっぱね。登って、表木神社の前を通って諫早神社の横を通って、 それからずっと下の方に神川の、右側を通っていくんですよね。神川の右側の崖の途中をずっと通りながら、最後は下の方まで、下っていくということで、だから国分寺の言えば、国分寺の昔国分寺ができた時にあのお水が国分寺の生活用水になってたと思っててもいいくらいな、いいくらいな感じですよね、はっきり言ってね。今はっきり言ってるのは、あのそれからあの先週もあの一番最初にお話しました歴史っていうのは事実と事実のつなぎ合わせのところは、私の脚色であったり、宮島さんの長年研究してきた、はい、そのつながりであったりしますんで、若干皆さんが違うとかっていうところがあったとしても、それは勘弁してくださいね。何々大学の教授とか何々研究センターの文化財研究センターの何とかが喋ってるわけではないので、そこら辺りはあそういう考え方もあるのかということで、聞いてってください。この昔あの天平年間作るときに夜あの女の人が全部松明を打って並んでっていう話は、はいはい、昔あの
なんだ真田のそうです、ね、おばあちゃんたちおばあちゃんおじいちゃんたちによく聞いたんですけど、はい、本当です本当ですかねなんて言っちゃいけないけど、ね、我々はあの親父からもそれを教わってて、要するにね大名関っていう女通じが入るもんで、だからその女が作ったっていうふうに伝わってるんですよ。尾根山とかそういうとこに、あの義士がいて、から松明の明かりでその、上下を決めて掘った、でずっと伝わっていたんですけど、要するにね大名っていうのは大国の主の御事のもう一つの名を顔、だから大国主の御事っていうのはあの山賀神社に祀られてます、要するにね、そこのトップっていうあの意味なんですよ、だから大国主の御事は一人ってことはなくって、要するにそこのトップたくさんいたっていうことですね、はい、要するに位だって位だっていう、はい、役職名なんですね。そうですそうですそうですそうそうです、そうに思っていただければいい、でこの、吉田戦後を沿っていくと本当にお宮があのなんてお宮の横を通ってるとかね、そのくらいこう大事にされたっていう意味でしょうかね、あるんですよね。なんか諫早神社ってね、はい、あのどこっていうとあの、真田の声優を上がったところにあります。そうです、昔はなんかお祭りすごかったらしいですよ、ここの諫早神社をね。ここはね、今は安産守護神、安産のお祭り、安産のあのお札をあのここで今出してますけどもね、まあここも早い話、やっぱり一番鉄ですよね。あ、鉄なんです。あのここの関門もやっぱり火事もあった。あのじゃあ出雲ってことですね、で この花咲く姫っていうあの神様いらっしゃって、もっと鉄きれいな 妹さんの方そうですね、そうです、お姉さんの方が何だっけ、岩なんとかかんとかっていう、はい、そうです、ブスでね。で神様は綺麗な女の人に手をつけちゃったから、普通の人の寿命になっちゃったっていう話のところですよね、小泉君ね。そうにいらっしゃると。だから本当の不思議ですよね、こう 川沿いに神社がずっと並んでいく、そういう、だからいかに昔の人がこういうものに対してね信仰が深かったか、っていうことがこうこれでも分かるように気がしますね。そうですね。表木神社だと今はあのなんて寂しいような感じですけど、あの境内の御神木はすごいからかなりですよね。昔から昔ここも結構賑やかだったんでしょうねっていう。思いますよね。この橋だとかね、あのいろんなものを見てるとそこそこに昔の面影が残ってますよ。諫早神社の横を通ってこの表木の方へ、昔で言うと上州街道ですよね、あそこの街の中、こうあのとこなんか見てください、川の上に川が、これが吉田線ですよ。川の上に川が上に川をこうあの交差して通らせていくとか ね、で今もう集落の中はみんな蓋しちゃってあるんですけど、だからね、でも諫早神社のところにちょっとこの何だろう、集落から神社の方に入っていくときところって、はい、結構あの蓋取れてるじゃないですか。その水がすごいゴンゴンと流れてますよね。あの我々子供の頃は一鳥川って言った。一鳥川、はい、よくねあの子供が流されて死んだっていう、そういう、だからね、やっぱり子供の頃に怖かった。あの水がねゴーゴーと流れた時はそのくらいすごいあの清流だったんですね。であのだから今生活用水ももちろんですけど、やっぱり田畑田んぼの水に一番使われた、で、昔はね途中の人たちはあのこぼれてくる水で田んぼ作ってたような、はいはい、それでね昭和いつだったかな、回収したんで綺麗に、そこに水がこぼれないってことで大騒ぎになったことあるんですよ。ああ水が外こぼれないからそれを田んぼにやっといたのがピチャッと飛べたからこの水利権の問題になっちゃったってことですね。そんなこともありましたよ。だからどういうふうに解決したかよくわからないんですけど、そうですね、よく石積んだったところってそうあの石の間から結構水ジョロジョロジョロ漏れてますよね。でね昔の人はねあの必ず下からねずっとその水番人 が来ましたよ、で我々はそこを止めて
あの水上げ泳いでたんですよ。で、来るっつって逃げてってね。そんなこと、水止めて。止めて。うん、あのそんなこともありましたしね。うん、だから懐かしいというかね。だから、うん、こういったものを本当今の人にもうちょっと知っててもらいたい。ね、これがその神川の水があったからこそこの上田盆地のあのターターはもちろんあのいろんな人たちのその水の供給してきた大事なものだと思うんですよね。うん、だからまあ吉田宣言が今一番大きいんですけども、あといろんなのがある、小さい小さいとかっていうね、小さいのはね、ですからでその吉田宣言堀越宣言の方行くとついトンネル掘ってっていう感じですよね。あの岩の中をね隧道が入っているんですよね、今それないんですけどもその跡は残ってます。写真で言うと、こんな見えますかね、この真ん中こっちの写真で言うとちょっと穴ぽこ開いたところ、真ん中写真の穴ぽこ開いたところが、この千家の水道の入り口というかあれですね。それからこの下の写真を見てみるとその中で中こんなの、ちょっとごめんなさいね、写真が、ここの下の写真ですね、はい、手でこんな感じ、中はこんな感じで昔の人がよくくり抜いたんですよね、本当にね。そのね上の穴にカメラを入れて撮ったらそれが出てくる、上の穴にカメラを入れたらこの下がこう出てくるんですね。だから今分かんなかったんですよね。だから今これ水が流れてるんでしょうね、きっと。そこはいないんです、流れてないけど、あ横に作ったらね、これがこんな感じで、ね、そこ岩の中をねよく掘ったって感じ。これ結構ありますね、五郎兵衛神殿に水引く、あれも望月の方はトンネルの中で、水が下から上上がってるところですよね、あそこもね。でもその昔の人のこの技術、すごいですよね。まあだからいつも私の言うようにね、これだけのものを掘るには絶対鉄製品がなければ掘れないでしょ。これ木じゃ掘れないですよ、どうやったってね。そのことが今までこう気がつかなかったとかみんなが意識しなかったということなんですよね。だからこの神社というのは、まあ簡単に言うと鉄の神を守る祭るというのが大体それが主ですけどもね。鉄っていうと 今で言うと宝石くらいな感じですよ ね。鉄の技術ができるっていうことはそれはすごいってことだったんですよね。もうね紀元前どのくらい前かな、鉄の方が金よりも5倍も高かったって言われてるんですよ。金は武器にならない、武器にならないですよね、はい、だから鉄の方が上だったんですよ。でそれがだんだん、まあ、あの今みたいな装飾になると金が大事にされ、なったんですけどもね。だから鉄、司馬遼太郎先生が鉄なくして日本史は語れずって書いてあるんですけども、今まで我々は鉄ってことにはあまり目向けなかった、だから鉄ないとこういう工事もできないし、それから一番は合戦の時に、なんだ槍だ刀ができないわけなんですよ、ところが今は誰もそのことに触れてない、でところはね今で言えば一番の企業秘密、当時で言えば最高の秘密だった、企業秘密だったな、たたらを作ったりっていう製鉄をしたりっていう、だからあの火祭り、水祭りとか獅子祭りとか、ああいったものは、全てって言っていいほどあれ全部鉄祭り、だから神社も大体鉄を祀ってます、そんなこともありますし、今ふっと思い出したようにね、神社にこう鈴があるでしょ、こう御巫女さん持ってこういう、上にこう、ありますよね、古代 の鉄は沼のところに赤く色がこう酸化鉄、あれ鈴って言うんですよ。であれを増えるために昔の人が、今ちょっと出てこない、何だっけ、あっ出てこない要するにね拝んだんですよ、その鈴が増えるようにって、と神社のあれ鈴でしょ、あれ拝むでしょ、
俺そっから来てるかと思ってる。鈴なり鈴、あ全然違うか、うん、それもいいよ、それもいいんだ、うん、だから要するにあれが増やしたいという思いがそこ、だからね、鉄を制した人が王なんですよ、うん、そうですね、で王が死んだら神なんですよ、だから全部鉄に関連したんですよ、鉄なんだね、でやっぱり、ま、昔も今もそうだけど負けたらちょっとダメなんですよ、うん、だからヤマタのオロチは、ヤマタって矢の場所をオロチってのは沼の王を、スサノオノミコトが取った、勝ったってことなんですよ、そういう意味なんですよね、だからオロチってのはやっぱ沼、沼のオロチってことは大体製鉄は沼からこう取るでしょ、で、あの、まあ、そこまで言うとなんですけど、沼の方竜はね、古い松の木のイメージなんですよ、ああそうだ、この竜がね、で火を吹くでしょ、で大体沼から竜が上がってきて火を吹くってことは沼から砂鉄を取って火を使って砂鉄を鉄にするっていう玉、宝、あれが鉄、それが竜のイメージなんですよ、あ竜のイメージなんですか、はい、で大体ね天武っていう人の場合は竜が大体あの象徴してますよ、天武天皇、天武だから不動明王は天武ですよ、ね、天武なんだ、あれだから剣持ってると竜がこう巻いてる、だからああ天武、天武だなとか、あとはね竜神様とか竜水寺とか竜のつくところっていうのはあのどっちかっていうと偉い人がいたようなイメージ、やっぱりいい場所っていうのはイメージだと思うんですよね、うん、吉田鼓の話から鉄の話に行ってますよね、はい、だからそれだけあのもう一度あの諫早神社は結構昔にぎやかで、上州街道 の, あの入り口ですよね、真田のね、はいはい、であの後ろに男石神社ってあるんですよね、はい、で今あの上田にお住まいになった山田先生があの辺りやった時に、はいはい、なんだったっけ、永楽何年とかっていう出てきて、あの昔はよくいつ頃あったものかよくわからないけどっていうからだいぶそれが分かってきたんですよね、あれはね結構昔はあちこちにあったらしいんですよ、あったらしいんだ、あだけどここ山の中だから結構残ったみたいな、でそれと今言ったようにね、あの諫早神社のすぐそばが流水寺でしょ、であの近くにあの神社があのそばに、あらけのでかいものがある、でね、なんとなくあそこの場所は気が高いっていうかね、気があの今で言うとパワースポット、パワースポットね感じるんですよ、すごいや、であの男石神社のあそこの参道なんかは本当に枯山水のイメージ、そうに言ってもおかしくないんですよ、今話してるのはあの声優上真田の声優の横を、なんだ真田一族誕生の地とかっていう、あの上を上がっていくと、まっすぐ行く道なのでちょっとこう回っていくとすぐ右側に大きい神社が見えるのが、はい、それが諫早神社 で, そ, で、あそこが今言った安山の、神様、昔は歩いてあそこへみんなにお参りに行ったり、秋かなんかのお祭りの時はすごい人出だって、この間行った時はあんたたちが想像できるような人出じゃなかったんだからっていう話をされてましたよね、木がね、欅の木が多分あの木が一番でかいと思うんですよ、ものすごいですよ、あれもあの見るだけの価値がありますよ、だから心当たりってその神社に大きい御神木が欅多いですよね、多いですね、大宮さんもそうだし、今言った諫早神社、それからいろんなところに、今の表木神社もそうですよね、そうそう表木神社もそうです、あとはまあ杉ね、杉ですよね、はい、さっき言ってもまた振り返りますけど松はない、松はないんですね、ないんですよ、このまた御神木で大きい松ってあんまり見ないです、ないですね、せいで200年ぐらいしかないです、で何代でこう続いてきますよね、欅がね続いてきます、だからあれものもねみんなで守ってね、一つはね、俺観光として目玉になると思う、あれだけこれだけ大きい欅があるところってないですよ、そうそう、はい、京都行ったってないですもん、神社ある何あるって言っても御神木が何代も続いて大きいのってないですよね、まあ京都は大火何回も焼かれちゃってるからまあそれは無理ですけど、上だってそうやって見ると火事に焼かれたりその大きい災害がないから
そのまま昔の大きい御神木が何代にもわたってこう残ってくるんですよね。だからね、なんだ、文化財として1号2号ってこうつけてね、その大木だけでもね、マップ作ってもいいな気がする。そうですね。面白いね。桂の木もすごいのありますよ、でかいのはね。桂の木って言って愛染桂、別所もそうですね。元原にもあります。元原にもありますね。だからそういうものをこうちょっと出してもいいなとかね。私一番言いたいのはね、自分が感動しないものをね、人に見てくれと言えない。ああ、それは言えないですよね。でもうこれはすごいと。で、そこのちょっとした逸話を知ってた方がお客さん喜んでくれる。あ、そうですね。ただこれがその木で何百年ですっていうより、この木はこういう歴史があってっていう話があった方が。滝の宮神社はね、あの池は山本勘助公が都市城を攻めた時に、両いい方の目が怪我をして、そこで7日間静養したら目が治ったって逸話があるんですよ。それ以来あそこの魚は片目しかないって逸話がずっと残ってるんですよ。そういうのもちょっとこう 言うと、あ、なるほどとか。そうですよね。面白いでしょ。だから裏の流水寺のあの観音堂も素晴らしいでしょ。あれがだから性能が登っていくとすぐこう真正面に見えますよ、あれもね、あれものも見てほしい、今言った流水寺とかっていうのは今流行った豊洲城の、反対側ですね、諫早神社、あの周りが、昔は真田の本陣があったって言われてるんですね。ちょっとこう小高いところがね。でちょうど豊洲神社と向かい合ってるところですよね。そのちょっと奥行くとこになる涼水寺、涼水寺のあたり涼水寺、それは矢沢一族。矢沢一族って真田とちょっと対峙したやつですよね。そのなんだっけ、真っ白の家老職で行った人ね、そこの菩提寺、あるんですよね。でもあの辺ね、マーク見とっても涼水寺なんかも仙石さんの一門のマークですよね。じゃ仙石さんがそこ涼水寺を管をしてたっていうか、管をしてたんでしょうね。だから涼水寺もそうですよね。だから岩清水の今も廃寺になっちゃってるんですけど、結構古いお寺が、そこも仙石さんの。仙石さん。だから私寿司さんに言うけどもね、松平さんだとか仙石さんの話をね、全部消しちゃうってことはまずい。上田三代、真田三代どころの話じゃなくて、上田三代の話を一回しないと、上田の近世って分かんないかもしれないですね。だってさ、真田は生で40年でしょ、で仙石さんがその倍の80年で、80年ですね、その倍の165年ぐらいが松平さんですよ。松平さん、その一番多い人たちを全然消しちゃっててね、外に上田の歴史って語れないですよ。そうですよね。仙石さんが言って有名なのは出久石でお蕎麦持ってたぐらいの話だけじゃちょっと寂しいですね。寂しいですよ、あの家紋見て歩いて言うとね、ああここもそうだって、ここもそうだって。でこの前言ったように実尊院は松平さんが あれを建て直してくれたんでしょ、でそういうことをやっぱり我々知らなきゃいけないと思うんですよね。そうですね。この間実尊院って、この前回お話に出てきた総比のお寺ですよね。天台宗ですよ。そうですね。天台宗のお墓で、一回ちょっと潰れちゃったけど、その後松平さんが建て直したっていうとこですよね、これは立派ですよ。この観音堂はこれにない立派なもんですよ。そうですね。この前回お話ししたところはちょっともう一度復習兼ねてちょっと戻ってますからね。皆さんもう行きましたかね、実相院ね、ぜひ金城山、かなの縄の山、もう一度ちょっと今話してますね、先週の話だから。ここにも金の縄っていうから、う、鉄が関係あるんですよね。要するに各間の地で飛屋王を退治してここへ埋めたっていうところですよね、そういう伝説がある。でそれが坂の上の田村麻呂が来たっていうね、何でしたっけ、坂の上の田村麻呂って言うと四天童子でしたっけ、四天童子は違う、毘沙門天毘沙門天か、全然ぐちゃぐちゃになってますね、ちょっとね、毘沙門天です。で一応そんなこう真田さんの歴史、前の歴史をもう一度みんなでちょっと
見直さないとちょっとね、杉もすごいですよね。それから街道筋だったので上田は馬頭観音が多いところがあるんですよね。多いです、本当に多いですよ。なんでこんなところに馬頭観音がちょっと丘の上にあるんだろうっていうと、だいたいその下は昔の古い道なんですよね。そうです。だからあと大和武ね、そう大和武足跡、そうです、はい、そんなだから本当にね、いろんなこう伝説があるんで、みんなで今一回ね、あれ改めて歴史だからね、ただ見てけっていう観光は俺ダメだと思うんですよ。そうですね、うん、やっぱりちょっとそこに説明があってね、その由来がちょっと聞くだけでね、お客さんともっと違った目でね喜んでくれると思うんですよね。そうですね、今日はね吉田関の話をしてる、はい、吉田鼓の話をしてるんですよね。ね、鼓を神川って、よく昔聞いたのは、どんなに日照りがあってもあの川は枯れないっていうんですよね。でも一回その神川も危機があったんですよね。あのなんだ、足尾銅座みたいになっちゃう時、そうです、あの時を一生懸命止めたのが神川村の村長の名前が出てこない、うん、息子さんだかお孫さんがこの間衆議院かなんかちょっとずいぶん前には出てたんでね、名前が最近出てこなくてごめんなさい、次回までにはちょっと調べておきます。あの人が止めてくれなかったらあの川を使えなかった、そうですね、うん、足尾銅座みたいになっちゃってますよね。それ有名な話なんですよ ね、 すね、神川も昔は上田市、今上田市って言われてるあの神川と千曲川に、大家の方は昔神川村っていう風に言ってて、そこの村長さんが、その上で の開発を進むと下の人たちがもう水が汚れて生きていけなくなるからもうやめなさいということでいろいろ運動をして中止になったところですね。だからそういうことも知らないと今ちょっと大変なことになるかなというところですね。神川村の村長さんで、上田の市長も多分1回くらい、昔にやられ合併したくらいの時はやられてるんですよね。名前が全然出てこないっていうのはこの調べてて、お話しして、申し訳ないんですけども、まあ、年寄りが2人でやってるっていうことでちょっと勘弁してみてください。そうです ね、 ね、いや本当にね、そういう歴史、近代の歴史、まあ本当にもうちょっと上田の歴史っていうのをね、もっとみんなで一回話し合うことも必要ですよね、これは、うん、で今言ってるのはその吉田、鼓の話なんですけど、この鼓を多分、一番のとこから下へ下へ下ってくると、結構いろいろなところがこう見えるんですよね、はい、表木神社から始まってさっき言った諫早尾神社、それからそれを下ってくると今度、こっちの神川のこっちの下の方ね、そうです、表に諫早を通って矢沢城の後の下をちょっと通って、小井田とそう小影さんを通って、神川のまた下の方にこうつながってくる、はいはい、それが驚くこと、この最後、その前松屋って野竹トンネルをくぐってちょっと上がったところの今で言うと山陽電機なんかあるちょっと先の方の水まで行ってるっていうことですよね。そうです、結構高い一帯、そう一帯をやって下大屋まで行くんですよね、はい、そうです。だから大屋の上の田んぼ、はい、普通走ってるところの田んぼの水っていうのは全部吉田鼓の方から吉田千家の方から流れてってるっていうことですよね。で殿城の殿城、そうそう、みんなそうですよね。だから昔の人たちはすごい工場をやってたってことですよね。ぜひ、真田に行くときは必ず行ってください。この間行った前回お話しした、半田団長の松一本松は穴沢です。穴沢から行ってください。その穴沢っていうのは、そういう日松代に抜けるところの昔でいうとここも電車通ってたんですよね。そういう日まで行ってたんです。電車の終点なんですよね。そうです、そうです。
賑やかでしたよね。賑やかでしたね。宮島さん電車走ってる頃知ってるんです。もちろんもちろん、うん、もちろん。僕は電車なくなったのが多分あれ中学くらいの時なので、だって朝すごかったですよ、電車で人が吐き出してくるっていう。河原柳で人が降りるとそうですよ、ね、もう街の中ゾロゾロでっていう感じでしたよね。上田の中心地が、その電車がなくなると今の駅の方へ降りてくるんですよね、中心部がね。今上田の中心部アリオの方行っちゃいましたから、ちょっと寂しいですね。寂しいですね。ぜひ、今日は、その下諫早尾神社の周辺の話を、はい、しています。諫早尾神社に車を止めてちょっと歩くと、男石神社、男石神社っていうのは、はい、ね、男の一物をこう子孫繁栄のために飾ってあるところです。それから龍安寺、それから龍水寺が先ほど言った、あの池で山本勘助が、それはね、滝の宮、ああ滝の宮神社と、ごめんなさい、滝の宮神社の方が、はい、そうです、山本勘助が、見える方の、右目ですね、右目を、洗って7日間そこで洗ったら、治ったと、はい、そうです。で、その代わり魚の目が固めになっちゃったっていうところですね。伝説ですよ。固め伝説のあるところは全部製鉄の、あ、製鉄のとこなんですか。はい、で水のあるところ絶対的なんですよ。でこの間真田、前回のまた復習ですけど、真田は、な鉄のあるところです。鉄の出るところ、あ、鉄の出るところ、鉄出る地、鉄出る地が真田。そうですよ。で真田っていうのは真田さんの名前ではなくて、真田っていう地方で地名でいるから真田になったんですね。そうです、うん、じゃあ皆さん、その旅してくださいね。真田前回は真田壇上の松の、あ、真田じゃない真田と半田がぐちゃぐちゃになった。半田の前は先輩一族っていうのは半田の前ですね。荒馬って書いてね、荒馬書いて瀬場、瀬場鉄の場、鉄瀬場。ああ、で半田一族っていうのは多分ね、瀬場っていうのはすごく大きな、あのやっぱり集落、だから瀬場一族の中にこれ横を曲がりよとか泣いちゃうだと思うんですよ。そのトップが半田が、判断のとった、ね、多分そうだと思うんですよね。だから横尾城とか、それからそうです、我々が持ってる曲がり尾城とかっていうのは全部半田さんが昔治めたところっていう、多分ね半田が上だと思うんですよ、ね、あ、はい、だからあの松尾城もそうですよね、あれもいろんな人たちが集まっての松尾だと思うんですよね。さて、一回皆さん神川から水を引っ張ることによって上田の農業、それからそういうものが全部あの成り立ってるっていうことを、ぜひそのもう一度神川っていう今、真田、あの太平記とかいろいろに行くと、あの第一次上田合戦の、水をせき止めて、流して徳川の軍隊を、追い払ったっていう神川くらいのお話しかありませんので、神の川って書くんですけど、はい、ここはどんな時も干上がらない、ね、上田城まで行ってるんですよね。そうそうですね、この、今言った時田鼓が、笹井から流れて国分寺の横を通って時田の町に入って、それがあの町の中の、今で言うとちょっと掘ったような小さい中の川を通って、昔その水が上田城の堀に水が入ってたっていうところです。だからその一回皆さん、その細い川、ね、あの街の中いっぱいありますので、ぜひこう探してみていただくと、ああそうか、そういうことなのかと、上田の街の中にこんなに水がゴン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 と流れてるところは、みんな神川から水を引っ張ってきてるんだっていうふうに、思ってください。だから神川を少しみんな大事にしないと、大変なことになっちゃいますもんね。これがあってこその上田がって言っておかしくない。だから千曲川から、こっち側太郎山側は神川の水をみんな水道で飲んでるんですよね。はい、で向こう側が千曲川の水を入れて、はい、県営水道になってるところですね。だから上田の、水は神川の水っていうふうに、はい、真田もそうなんですよね。神川の水なんですよね。我々はね、角間の水、角間の水、はい、で上田の人たちは菅平の水、菅平の水。
だから神川の元は菅平ダムのあたりのちょっと上の方から流れてきてるので、くれぐれも、これ余談ですけど、菅平行った時は川に向かって立ち寄なんかしないでくださいね。一回か流れてくるとそれ水、皆さんが水飲んじゃうっていうことですからね、いつか天に向かってつばすれば、自分に顔にかかるぐらいの話なので、はいはい、上の方行って、川でおしっこなんていうことはやらないようにしてください。その水は必ず自分の口に入るというふうに思っててください。 ね、それから農業の様子は全部神川から上田の水は、全部で 1,2,3,4,5,6 それから、7,8,9,10、はい、10個神川から、神川の戸沢石舟から下に、水をどん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 みんな取ってきて、最後の残った水が千曲川へ流れてるというふうに思ってください。ね、今日はその吉田宣言の話から、千曲川、上田盆地っていうか上田大地って言った方がいいんですよね。盆地ですよね。今上品の住吉の大地、それから戸野城の方の田んぼ、はい、なんか水は全部神川から流れてくる水で、作ってお米作ったりいろいろも作ってるんですよということで、今日はその神川の少し大事なお話でした。はい、来週は、今度少し鉄の話いきますか。この間こう前回お話しして戸沢のネジの話とか、はい、いろいろこうしたんですけど、最近なんだろう、太郎山の大鉄鋼がほら大鉄鋼って小金沢がその木が枯れて、カッパが降りてるから結構山登っていくと見えるんですよね。そんな鉄の話を少し、別所温泉の別所っていうのは、鉄の出るところでもあるということですね。そういう人たちが集まったところ、集まったところですね。だからそういう話を少し、別所温泉っていうと温泉で、真田太平記でいうとお香と雪村が温泉に入ったとかっていう話ばっかりになっちゃってますんで、はい、今日はこんなところで、また来週、6時15分頃から、はい、お届けします。45分間くらいの話になります。はい、それから今週ちょっと話変わりますけど、今週の日曜日っていうか終わった日曜日、16日に、立川談慶さんをお招きして上田百有志会が、太郎山の山頂で落語会を、催したところ、50人の方が集まったそうです。落語をわざわざ30分聞くに、山の上まで、太郎山の上までみんな1時間半から2時間くらいかけて、登られて、11時45分から30分落語を聞きました。その日は珍しく本当に快晴で、風もなく、富士山が向こうに見えたんですね。この時期11時頃まで富士山が見えるっていうのは珍しいんだそうです。そんなことをやったら50人の方が集まって、もっと驚くのは、落語聞くのが初めてだっていう人がその半分いたってことですよ。初めて落語聞くのが山の上の落語って、すごいなという思いました。また11月の30日ぼちぼち、上田の公園の中にある市民会館も、ぼちぼち終わりというふうに終わりの時期を迎えり、今年度いっぱいで、放送演奏活動とか利用活動が終わります。11月30日は、上田市消防団音楽隊の、演奏会があります。劇団民芸の石巻美香さんっていう方をお招きして、美香さんが劇団四季とかそういうところで、勉強されたい方が、音楽隊の将兵で、上田出身の方ですけども、音楽隊と一緒に一曲歌ってくれるということで、ぜひ、11月30日、市民会館、上田市民会館、これでね、サントミューゼが開きましたけども、市民会館も長い歴史を持ってます。その前に武徳殿っていう建って、はいはい、建物を残しておいた方がよっぽど良かったのかなっていう気しますけど、まあ今更そんな40年も前、ね、50年前のことを話しても仕方がないので、今年市民会館がまた最後になって、12月に入ると、お別れ、お別れ、
市民会館ありがとうお別れの会がいろいろな団体の方が出て、やられます。ただまあすぐはなんだ取り壊さないということでね、利用の停止で、利用できるのがいよいよ12月いっぱいということになっているようです。それじゃあ、今夜は心当たりで、終わりにしたいと思います。宮島さんありがとうございます。また来週もよろしくお願いします。ありがとうございました。